名フン・イーパンはアメリカ合衆国の元音楽エグゼクティブ、ジョン・レノンと小野陽子の個人秘書、プロダクションコーディネーターとして働いた。1973年、レノンと陽子は倦怠期に陥り、パンとレノンは18ヶ月以上の間愛人関係にあった。この時期は後に、レノンの失われた週末と呼ばれる。パンは彼らの関係について2冊の本を上司した。 電気、ラビングジョンと写真集、インストマティック・カルマである。1989年から2000年にかけて、プロデューサーのトニー・ビスコンティと結婚しており、二人の子供が生まれた。ニューヨーク州ニューヨークマンハッタンに生まれる。彼女は中国からの移民の娘で、中国で生まれた姉と養子の兄と共に、ニューヨークのスパニッシュ・ハーレムで育った。 母親は洗濯業を営んでいたが居住していた。借家が取り壊されることになったため、パン一家はマンハッタンの97番街と3番街近くのアパートに転居した。セントマイケルアカデミーを卒業後、ニューヨークシティコミュニティカレッジに通った。彼女はモデルを志望したが、モデルエージェンシーから民族色が強すぎると言われた。最初の仕事はソングプラガーであった。 これは曲を吹き込むアーティストをサポートする意図もあった。1970年、アラン・クレインがマネジメントするアブコレコードの受付係となる。同社は当時アップルレコードと3人の下、ビートルズメンバー、ジョン・レノン、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターが代表であった。1970年12月、パンは、ジョン・レノンと、小野洋子の前衛的な映画プロジェクト、 アップユアレックスフォーエバーフライを手伝うよう依頼された。その後、ニューヨークとイギリスで、レノンとオノの秘書検察用係になるよう依頼され、1971年に、レノンがロンドンからニューヨークに転居するにあたり、彼らの個人秘書としての永続的な地位についた。1971年10月9日、 ニューヨーク州シラキュースのエバーソン美術館で開催されたオノノディス・イズ・ノット・ヒア・アートショーの美術展をコーディネートした。オノノショーはレノンの31歳の誕生日と同時期に行われ、ホテルシラキュースでパーティーが開催され、リンゴスター、フィル・スペクター、エディオット・ミンツなどが参加した。レノンはパンと十八ヶ月の愛人関係にあった期間を後に同タイトルの映画、小説から 失われた週末と呼んだ。1973年半ば、パンは、レノンのアルバム、マインド・ゲームスのレコーディングに取り組んでいた。当時レノンと、オノは、夫婦間の問題を抱えており、別居することことにした。そして、オノはパンに、レノンの同居人になるよう提案した。オノは、レノンとうまくいっておらず、言い,い争いをしては仲違いしていると説明し、レノンは、 他の女性に目移りするだろうと言った。さらにレノンがパンが性的に魅力的だと思うと言っていたと伝えた。パンは彼女の雇用主であり、オノの夫でもあるレノンとの関係を始めることは絶対にできないと返答した。オノはパンの講義を無視し、すべて予定通り手配すると言い渡した。オノは後のインタビューでこのやりとりを追認した。1973年10月、 レノンとパンは、マインド・ゲームスのプロモートのためニューヨークを離れて、ロサンゼルスに向かい、友人宅にしばらく滞在した。滞在中、レノンは2つのレコーディングプロジェクトに着手するように勧められた。ミュージシャンになるきっかけとなった古いロックンロールの曲を集めたアルバムの作成と他のアーティストのプロデュースである。1973年12月、レノンは、 フィル・スペクターと協力して、オールディーズのアルバム、ロックン・ロールをレコーディングした。酒に焚き付けられた、レコーディングセッションは、伝説的なものとなった。ロサンゼルスのすべてのミュージシャンが参加を望んだが、すぐに、レノンの飲酒とスペクターの蒸気を逸した行動により、セッションは中断した。その後、スペクターは、自動車事故にあって、レコーディングテープが行方不明になったと主張した。 1974年3月、レノンは、ハリー・ニルソンのアルバム、プシー・キャッツの制作を開始した。このアルバムタイトルは、トルバドールでの二度の飲酒事件で、メディアから刻印された、バッドボーイのイメージに対抗するため名付けられた。一度目はレノンが額に、整理ナプキンをつけて、当時お気に入りのレコードの一つであった、I Can't Stand the Ray をリリースしたアンピーブルスの、 コンサートで、ウェイトレスと乱闘し、二度目は、その二週間後、レノンとニルソンがスマザーズ・ブラザーズをやじった後、クラブから叩き出された。レノンが、ミュージシャンが、時間通りに、スタジオに集まれるように、一つ屋根の下に住むのは、良い考えだと判断したので、パンは、サンタモニカに彼女とレノン、ニルソン、リンゴスター、キースムーンが住むためのビーチハウスを借りた。この時期、パンはレノンに、 家族や友人に手を差し伸べるよう進めた。彼とポール・マッカートニーは関係を修復し、ビートルズの解散後初めて一緒にプレイした。さらにパンはジュリアン・レノンがほぼ4年ぶりに父親の元に訪れるよう手配した。ジュリアンはより定期的に父親と会うようになった。レノンは1973年のクリスマスにジュリアンに ギブソン・レス・ポールのギターとドラムマシンをプレゼントし、いくつかコードを弾いて見せて、ジュリアンの音楽への興味を促した。父と私の関係は、以前よりずっと良くなったとジュリアンは回想する。彼がメーパンと一緒にいたとき、私たちはとても楽しく、たくさん笑い、全般的に素晴らしい時間を過ごした。父とメイトの当時の私の思い出は非常に鮮明だ。それは、 私が彼らと共に思い出せる、最も幸せな時間だった。1974年6月、レノンとパンは、マンハッタンに戻った。レノンは、飲酒をやめ、レコーディングに集中した。レノンは以前リバプールのミミ白母の家に住んでいた時、猫を飼っていた。彼とパンはメジャーと、マイナーと名付けた2匹の猫を飼った。同年初か、二人は東52番前434の、 テントハウスアパートメントに移り、レノンはアルバム、心の壁、愛の端に取り組んだ。8月23日、レノンとパンは、クイーンズのパノラマビューを望むテラスから UFO を見たと、語った。デッキにたどり着くため、二人は、台所の窓から登らなければならなかった。その夜、裸のレノンが興奮して、パンを呼び寄せ、外のデッキで合流した。 二人は共に100フィート以内の距離に静かに浮かぶ円形の物体を見た。レノンは彼の公認の写真家であるボブ・グルーエンに電話し、怒っていることを話した。グルーエンは警察を呼ぶべきだと提案したが、レノンは笑い飛ばし、新聞を読んで、私はジョン・レノンです。昨夜空飛ぶ円盤を見ましたというつもりはないと言った。グルーエンは地元の警察署に電話し、 他に3人の目撃証言があることを確認した。デイリーニューズは、レノンとパンが住むニューヨークの同じ地域で5人の目撃証言があることを報じた。レノンは自身の曲、Nobody Told Me でこの事件について言及している。心の壁、愛の橋はアルバムチャートでトップの座に登り詰めた。さらに、真夜中を突っ走れで、生涯で唯一のアメリカにおける、 ナンバーワンシングルを達成した。ファンは夢の夢でレノンの名前を囁いている。予期せぬ驚きはファンについて書かれている。ジュリアンはアルバムの最後のトラックややでドラムを演奏した。心の壁、愛の橋のレコーディング中、キャピトルレコードのプロモーション担当副社長、アルクウーリーはスペクターの混沌としたセッションテープを手に入れ、ニューヨークに持ち込んだ。 レノンは、心の壁、愛の端で組んだのと同じミュージシャンと共に、オールディーズのアルバム、ロックンロールを完成させた。ファンは、心の壁、愛の端で RIAA ゴールドレコード賞を受賞し、アルバム、ロックンロールの制作コーディネーターとしての仕事を続け、マザースペリオルとしてクレジットされた。また、ニルソン、スター、エルトン・ジョン、デビッド・ボーイのアルバムにも取り組んだ。 ニューヨーク州モントークのアンティブ・ウォーホルの屋敷にミック・ジャガーを訪ねたとき、レノンとパンはモントークポイント灯台の近くで売りに出されているスコットランド風のコテージを見かけた。1975年2月、レノンは不動産ブローカーに買い取りを依頼した。同月、レノンとパンはウィングスがアルバムビーナスマースをレコーディングしているニューオーリンズに ポールとリンダ・マッカートニーを訪問する計画を立てていたが、オノがレノンの喫煙習慣に対する新しい治療法があると言った後、訪問予定の前日にレノンはオノに従った。会合の後、レノンは家に帰ることもパンに電話することもできなかった。パンが翌日電話をかけた時、オノはレノンは催眠療法の手術後で疲れ果てているので面会はできないと言った。二日後、 レノンは共通の歯科予約で姿を見せた。パンがレノンは洗脳されたに違いないと思うほど、彼はぼーっとして混乱していた。レノンはパンに斧と和解したので、二人の関係は終わりだと語った。その後の数年間、パンは内密にレノンと数回あったが、彼らの関係が再燃することはなかった。 レノンはこの期間を公的には後悔して見せているが、私的には後悔していない。1964年からレノンと親交のある、ジャーナリストのラリー・ケインは、失われた、週末の期間を衝突した、レノンの包括的な伝記を書いた。ケインとのインタビューで、レノンは、バンと過ごした時期について、ラリーの知っての通り、私は、今までで一番幸せだったかもしれない。 私はこの女性を愛し、何曲か美しい音楽を作り、大酒や、たわごとや、その他もろもろで、いろいろとやらかした。と説明した。レノンが、斧ののに戻った後、パンは、ユナイテッドアーティストレコードとアイランドレコードで、PR マネージャーとして働き、ボブ・マーリーとロバート・パーマーのアルバムに取り組んだ。1983年、回想録、ラビングジョンを出版。 オリジナルの500ページのラビングジョンは主にレノンのアルバムとセッションにおけるパンの役割に焦点を当てていた。それは300ページに編集され、主に彼らの関係のセンセーショナルな側面に濃縮された。また、レノンが1970年代後半に世界中を旅した時にパンに書いたハガキも掲載された。パンは彼女とレノンは1977年まで、 恋人であり続け、彼の死去まで連絡を取り合っていたと主張している。パンの写真集、インストマティック・カルマは2008年に出版された。この本には、ありのままの私的なポートレートに加え、ビートルズの正式な解散に署名するレノンや、レノンとポール・マッカートニーの基地の最後の写真の一つなど、歴史的に重要な写真が何点か載せられている。シンシア・レノンは、 裏表紙の推薦文を提供し、レノンと疎遠になっていた長男ジュリアンとの再会に、パンが果たした役割に感謝した。パンは、自身のジュエリービジネスをはじめ、ステンレスコーの風水ジュエリーをデザインしている。1989年、音楽プロデューサーのトニー・ビスコンティと結婚、二人は2000年に離婚した。彼らには二人の子供がいた。パンは、 レノンとの交際期間からの人々との関係を維持しており、ポール・マッカートニーは彼女をリンダ・マッカートニーの追悼式に招待した。2002年には、ジョージ・ハリスンの追悼コンサート、コンサート法ージにゲストとして招待され、シンシア・レノンとレノンの長男ジュリアン・レノンの近くに座った。2006年10月9日、レノンの66回目の誕生日に30年間連絡を、 とっていなかった斧にアイスランドで偶然であった。斧はレイキャビークで彫刻を発表するためアイスランドに来ており同じホテルに滞在していた。彼女はニューヨークのアニマルヘブンという動物保護施設でボランティアをしておりハリケーンカトリーナの後に救助された犬を飼っている。またインターネットラジオ blogtalkradio.com のトーク番組 ディナースペシャルズ・ウィズシンシアメイパンの司会をパートナーのシンシア・ネイルソンと務めている。ありがとうございます。